はいどうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。昨日公開させていただいた警察が相手にしてくれなかった煽り運転の映像ということでですね、こちらの映像を提供してくださった視聴者の方から連絡がございましたので、その全文を掲載させていただきます。神奈川県秦野市のニトリの信号機にて青信号を右折しようとしたところ、信号無視の車両が出てきたので接触を回避するためクラクションを鳴らしました。その後完全に相手方が信号無視をして U ターンをし、煽り運転をされました。車両は旧車のセリカリフトバックのように見えます。ナンバープレートも映像から確認することができます。悪質な運転者であったため該当する映像を秦野警察署に提出し、車両の所有者を特定することができました。該当する車両の運転者についても今回の煽り運転を行ったことを認めています。しかしながら検挙することはできないとのこと。これだけ証拠があっても署内のルールで検挙することができないと言われ、そのルールは教える必要がないと言われて落胆しています。調べる前からドライブレコーダーでは証拠にならないなどと言われ、警察官は検挙に消極的でありました。この件に関しては当初より秦野警察はドライブレコーダーの録画は証拠能力が疑わしいとして捜査に消極的でした。それでもなんとか担当の交通課の人に相手の車のナンバーが写った写真と前後のビデオカメラの映像を USB に入れ提出いたしました。内容確認後、相手が特定できないので難しいと言われましたが、違反者の後ろにタクシーが写っていたので捜査してほしいと訴えたところ、渋々捜査してみますと言われましたが、その後警察の捜査によりタクシーが特定されましたが、運転手は覚えていないと言っていて、ドライブレコーダーの映像も24時間で消えてしまって残っていないとのことでございました。これを見る限りですね、捜査は行われたという形でございますから、もうおそらく被害届自体はね、受理されたものと思われます。結局煽り運転を行った相手方の車両のナンバープレートにて相手の名前等が判明し、本人も今回行った行為を認めているとのことでございました。それであれば信号無視等の違反で検挙することができますよねといったところ、署内のルールでそれはできませんとのこと。そのルールは何ですかと聞いたところ、教えられませんと回答されました。はっきりと信号無視の行為が映っており、相手もその行為を認めている状況で、法的ルールよりもわけのわからない署内のルールで無罪放免です。また相手方はすれ違いざまに怒鳴られて頭に来たなどと証言していますが、動画を見ていただければわかるように、私本人はですね、特段怒鳴るなどの行為は行っておりません。はい、こちらに関してはですね、冒頭の動画で公開させていただいたんですが、運転者、つまりこちらの映像の撮影者の方が怒鳴ったりといったような行為は一切認められませんでした。これについては私も確認しております。オリジナルのデータもですね、すべていただいています。ただですね、こちらの動画の中に、音楽が入っていってしまったため、こちらの YouTube のチャンネルの中ではですね、クラクションの音のみ音声の加工をして公開させていただいています。これは著作権の対策ですね。警察の方にも、私は怒鳴っていませんよねという確認をしましたが、警察官自身はビデオの内容をあまり確認していない様子でした。今回の警察の対応には不満しかありません。はい、というのが今回いただいたメールの全容ですね。状況を整理しますと、今回の映像についてはですね、撮影者の方が夜間の時間帯に市街地道路を走行中に対向車線側から信号無視をしてきた車両と接触しかけ、クラクションを鳴らしたところ、逆上した相手方の運転者がですね、信号無視をしながら U ターンをして追いかけてくるというような煽り運転を記録した映像となっております。で、被害届はおそらく受理されたものと思います。そうしないとですね、相手方の車両の特定ですとか、周囲の車両の特定捜査っていうのは基本的には行われませんから、おそらく警察の署内の方で、いろいろこの映像についてですね、議論が行われて、相手方の車両の特定が必要だということがね、最終的な判断として行われたので、こういった捜査が行われたというようなね、結果になったんじゃないかなと思います。ただ捜査を行ったんですが、最終的にこの運転者に対してね、刑事罰等を加えることはできないというのが、この警察の判断だったのではないかなと思います。実際にですね、今回の映像に関しては相手が後方からこう追い上げてきてですね、車間距離を異常に接近させてくる、センターラインを割りながら追いかけてくるというような運転行動の一部始終が記録されておりますので、自動車運転死傷行為等処罰法の中で規定されている妨害運転罪ですね、この適用することができないかというのが、おそらくこちらの映像を提供された、視聴者の方の、主張だったと思われるんですけれども、現場の警察官の判断でですね、この、妨害運転には当たらないというような判断が下されたものと思われます。でこちらの妨害運転罪の要件に関してはですね、車間距離の接近ですとか、相手方の車両ですね、通行を妨害するような目的で、車両を進行させる行為、こういったようなものがですね、項目ごとに分かれているんですけれども、適用に関してはですね、基本的には現場の警察官の判断になります。例えば何秒以上煽られたとかですね、何キロ以上煽られたというような、一律的に決まりがあるわけではないんですね。以前のね、こちらの動画でも
車間距離を異常に接近させて走行してくる大型トラックの映像を公開しました。これが煽り運転に当たるか当たらないかといったような質問があったことがあるんですけれども、この件に関してもですね、同様に妨害運転罪の適用というのは現場の警察官の判断に委ねられるというところが非常に大きいベクトルを占めておりますから、この映像のような状況で妨害運転罪が適用されることもあれば、妨害運転罪には至らなくても車間距離不保持等で検挙される可能性もある、そういったような話もさせていただきました。要はですね、道路交通法の適用というのは現場の警察官の判断ですね、これに委ねられるという部分が非常に大きいので、一律にですね何かこう項目が決まっているわけではないんですね。例えば何キロ以上煽られたとかですね、何分以上煽られたというような、具体的な数字というのは特に決まっていません。現場の警察官の判断でですね、これはもう妨害運転だねというふうな判断が下されれば、当然そういった罪状でですね、簡単に言うと捜査が行われる、そういうような話になってくるわけなんですね。で、今回の映像に関しては、たまたまその加害車両については特段ですね、妨害運転には該当しないという判断が行われたものと思われます。一応ですね、こういった捜査が行われたということになってまいりますから、はなからね、いやこんな映像はね、もらっても捜査なんかできねえよというようなわけではなくて、一応消極的ながらも、捜査自体は行われたものと思われます。そうしないとね、ナンバープレートから所有者を割り出すというような捜査や、周囲の交通ですね、タクシー等の情報を収集するというような、捜査を行われることはありませんから、警察は一応動いたというような映像にはなってるんですね。ただしかしながら、その結果ですね、妨害運転で検挙することは難しいというような判断が下されたものと思われます。でそのね、妨害運転で、検挙するかしないかの判断については明確なルールがないんで、今回のようにね、その決まりは教えられません。これはね、特段その警察が隠しているというよりはルールそのものがないんですね。はい、ルールそのものがないので、その判断基準についてもね、これは警察の判断によって、イエスかノーか決めるというようなことでございますから、それをね、一概にじゃあこれこれこういうルールで、これは検挙しようしないというのはね、決められないというのが、おそらくこの警察の判断であったんじゃないかなと思います。ただね、こういった被害を受けた方からすると、もう当然相手方に関してはね、信号無視等を行っておりますから、妨害運転でなくてもですね、他の道路交通法の違反で検挙することはできないのかというようなね、こういった相談が行われたものと思われるんですが、警察の方はこれについてもまた消極的であったというようなね、判断が下されたものと思われます。でこちらについてもですね、決して警察を擁護するというような話ではないんですが、映像をもとにですね、所有者が特定できたからといって、じゃあその所有者を捕まえることができるかというと、決してそういうことにはならないんですね。もうちょっとですね、明確にしなければいけないポイントが出てきます。そういった映像証拠をもとにですね、そのドライバー、つまり、ドライバー自身が特定された状況でですね、じゃあこのドライバーがどういった道路交通法の違反を行ったのかということを警察官が、自分自身の目で確認するということなんですね。で今回の映像だけでは正直ね、この車に誰が乗ってるのかわからんというような話になってきます。要は所有者が特定されても、その所有者がね、運転してるとは限らないですよね。例えば車検で改装中の整備士の方が乗っている可能性もあるし、その所有者の友人が乗っていたりとかですね、所有者本人が乗ってるとは限らないわけです。そういったような状況でですね、今回もし仮にこれで相手が、例えば車を止めて降りてきてですね、その顔もちゃんとドライブレコーダーにバッチリ映っているよというような案件であれば、これもその当事者がですね、特定できて、なおかつ証拠として全て記録されておりますので、妨害運転罪も含めてですね、検討することはできたんじゃないかなと思うんですけれども、正直ね、この暗いこの映像の中では相手方のドライバーの顔っていうのはこう鮮明に映ってないわけなんですね。で一応ね、加害者、このドライバーは、自分がやったってことを認めているというような話もあるんですけれども、正直ね、その本人がやったかどうかっていうのもまたわからないわけですね。実は友人がね、こういった煽り運転を行ってしまったので、所有者が身代わりとなってですね、俺がやったというふうに、名乗り出ている可能性も、なきにしもあらずなわけです。要は、行った行為ですね、違反行為を行った本人が、ちゃんとその本人が運転してね、こういったことを行ったっていう証拠が揃わないと、警察としても、なかなか検挙することができないよっていうのが、現状なわけです。ただこれがですね、例えば急ブレーキを踏まれてこっちが怪我しちゃったとか、もしくは、相手に突っ込まれて怪我した、こういうような、要は直接ですね、被害者の方に加害を加える行為等を行いますと、当然それで相手方が逃走したとなれば、ひき逃げあるいは危険運転致傷などの、より重大な交通違反が行われたということで、さらに厳密な捜査が行われることがあります。それは例えばこの旧車が給油したガソリンスタンドの防犯カメラですとか、この車がどういうルートをたどってこの場所に来たのかというような、簡単に言うと聞き込み等も含めた、地道な捜査ですね、監視カメラ等の映像も膨大な数集めて、どの車がどの時間帯走っていたのか特定して、運転していたやつを突き止める、こういった捜査が行われるんですね。
まあ、ただね、こういった捜査に関しては実際に被害が出た、そういったような事件に至らないとですね、なかなか警察もまあやってくれないっていうような実情があります。まあ、というのもね、当然殺人事件から暴行事件まで、まあ、多数のまあ捜査を行っている、あるいはひき逃げも含めてですね、まあ、警察でございますから、まあ、被害が出ていない、直接的にまあ相手は死亡していない、怪我をしていないというような事件に関してはですね、まあ、なかなか警察力をですね、そこにこう、まあ、注力することが難しいんですね。要はより重大な殺人とかね、例えば強盗傷害、強盗事件、致傷事件といったような、まあ、重大犯罪に警察力を割くことができなくなってしまうので、まあ、こういった、まあ、被害が出ていないんであれば、まあ、危険運転の要件にも該当しないということを判断としてですね、最終的に下そうというような、まあ、考えがまとまったものと思われます。今回の映像に関しても追いかけてはきましたが、まあ、途中で止まってですね、まあ、煽り運転をやめたということで、まあ、実際に被害は生じていないというようなことでですね、まあ、おそらく見送られたものと思われます。ただこれがですね、例えば相手方がまあ突っ込んできたりとか、自分の車を強制停止させられて、降りてきて相手方にこうドアを開けられてですね、引きずり出されてボコボコにされたと、あるいはまあ刃物等でまあ刺された、こういったような事案に今発展した場合については、まあ、警察もですね、まあ、殺人未遂、傷害事件等のまあ刑事事件として取り扱うことになりますから、まあ、そうすればね、もう警察も血まなごになって相手方を探すとは思われますね。はい、いかがだったでしょうか。今回の事案についてはこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いすることを楽しみにしております。アイトでした。おやすみなさーい。